おはようございます。トラブリコチャンネルのりこです。実はですね、1ヶ月ぐらい前かなの動画で話してたと思うんですけど、ダイエットする前までは1週間に多分4回ぐらいコーラを飲んでいたんです。私本当にコーラが大好きで、それもペプシじゃなくてコカ・コーラが大好きなんですけど、1ヶ月ぐらい飲んでも週1回とかなんだけど、久しぶりにねこの前飲んでみたの。そしたら今までは本当にもう so delicious って感じだったんだけど、ここにコーラあるんだけど、コーラさんが甘くなってたの。なんかコーラ好きじゃない人ってなんで好きじゃないかって言ったら甘いからなんだって。で、私あんま甘いって思ったことなくてコーラだけど、久しぶりに飲んだら甘さを感じたんです。ということは体がコーラさんを拒絶、拒否、ちょっと悪いものだと認識し始めたということでしょうか。というどうでもいい話はさておいてですね、まあそういったようにやっぱり体は変わるっていうことが伝えたいです。はい、これは主にね、女性が一人で海外に行く時に注意してほしいことをまとめてみましたので、ちょっと見てみてください。はい、じゃあね、まずはいくつかあるんだけど、一つ目は見知らぬ人についていかないです。日本に住んでる小学生とか、あのまあ保育園児とかにお母さんとかよく言うことなんですけど、知らない人にはついていっちゃダメだよみたいな、まさにそれです。だから例えばね、スペインに行ったとして、でいつもよりもなんか街並みがヨーロッパでおしゃれだから、いつもよりもおしゃれして、なんかちょっと優雅になんかコーヒーとか飲んでたりするときに、超スーパーイケメンガイが声かけてきたりしたらさ、で、あっって思ってさ、ドキドキするじゃない。そうしたときに、一緒に今から出かけないって誘われたりするじゃん。そしたらやっぱ舞い上がっちゃうから、あ、Yes! OK! みたいな I wanna go! みたいな言ってしまったりするじゃないですか。本当に素敵で安全な人もいるかもしれないんだけど、そんなのチロって声かけただけじゃ分かんないじゃない。だからもし声をかけていただいたら、そのカフェで一緒にお茶をする、して会話を一旦楽しんだ方がいいと思う。そのままなんか、じゃあ僕の車にとか素敵なとこ連れてってあげるよって、その会った初っ端からその人のことは信じてもいいんだけど、ついていかない方がいいかなって思います。2つ目はですね、夜は出歩かない方がいいと思います。私は日本でも夜出歩くの怖いと思うんですけど、仕事が遅い人とかね、日本だったら夜遅く歩いてても無事な場合が多いじゃないですか。だけど海外って銃を持っている人もいるし、薬物をしている人が外にフラフラしている国もありますし、外で歩きたいんだったら、まあ誰でもいいんだけど友達を作って遊びに行くとかした方がいいかなって思います。一つ目の話にもちょっとあったんだけど、三つ目は、まあ、ナイスガイに会ったとしてね、わお超かっこいいじゃんみたいになったとまあなったとしても、まあね、なったとしても、じゃあ2回目会おうみたいになった時は昼間に会った方がいいかなと思います。やっぱさ、世界のね、いろんなところに行くとやっぱいろんな女性に会ったりするじゃない。そしたら実体験じゃないけど、そういう人がいるから気をつけてねみたいな話をよく聞くから、個室に連れてかれてしまって、とかなんかまあいろんなことがあったりするみたいだから、モーニングかランチがおすすめ。4つ目はイエスかノーをはっきり言う。どんな場面でも日本人ってやっぱオブラートに包むっていう国民性があると思うんですよ。その相手を傷つけたくないから、あーメイビーみたいな、イエスかノーで聞かれてんだけど、あ、うん、多分大丈夫とか、例えばタクシー乗ろうとした時に、じゃあここ行きたいんだけどって言った時に、あ、じゃあそれは30ドルで連れてってあげるよって言って言われた時に、こっちとしては、え？メーター使ってくれないの？って思うじゃない？で、その時にちょっと何か思っても、あー、OK？ みたいな。メーター使ってよとも言えないし、断ることもできないっていう方もよく見てきたんです。そういう人見る時に、あ、やっぱり断らないのか断れないのか分かんないけど、イエスという言葉はもうイエスという意味しかないみたいな。日本語のように、相手の気持ちを汲み取るみたいなことはあまりないから、その自分の意思ははっきりと伝えないと絶対ダメ。こんだけね
話していたんだけど、私自身ね本当に危ない目に遭ったことがないんです。一人旅は今までに、まあ、10回以上もっとかなしてきたんですけど、本当に今まで危ない目には遭ったことなかったの。毎回ね行く時は飛行機に乗って日本から飛び出す時は、あよしもう今からは日本じゃないからちゃんと自分の身は自分守ろうみたいな。だからこれを見ている人の中で、ね、一人旅ちょっと怖いなとか思っている人いると思うんだけど、そういうことをねいろいろ気をつけて楽しい旅にしていただけたらなと思います。でこんな動画作ってほしいというリクエストはどしどしお待ちしておりますので、ぜひお願いします。それでは今日も一日頑張っていこう。チャンネル登録皆様ありがとうございます。でこの動画が役に立ったと思ったらぜひグッドボタンお願いします。それでは皆さんまた明日、バイバイ。